の私あの今年の学科長を務めております高谷と申しますよろしくお願いいたします。化学バイオ工学科ですけれども工学部の化学系の学科として今年4月に新設されています。定員が140名の学科になっておりますけれどもおよかくおよ化学,よ化学コ,アコースとバイオ化学コ,アコース2つ にに分かれてて、えー、さらに専門的な教育を行っている学科になります、えー、科学系の学科といいますとあ山田工学部には工部士も科学系の学科なんですけれども工部士とはですねちょっと若干その内容あるいはですね特徴をことにしてですね、えー、新素材や食品環境やエネルギー医療や生命といったようなキーワードのもとに教育研究を行っております。 えー、科学って言いますと、えー、まさにですねその電気あるいは自動車あり機械といったですねそういう組み立て産業とは違ってですね実際の素材をですね手にしてそういったものを作ったりとか評価したりとかそういったりする学問研究教育のですねその対象でありますので、えー、我々科学バイオ工学科ではですね特にその技術者教育の視点からですね教育に力を入れていますこれはデチボ工じゃありませんけども実際にですねものをですね 捕まえると、まあ、そういった視点からですね、あの教育あるいは自分で力をつけないとですね、なかなか専門性が身につかないということでですね、特にまあ伝統的にですね、科学系ではその技術者教育に力を入れておるんですけれども技術者教育の中身というのはですね、いわゆるまあ基盤教育ですとか専門教育といったですね、知識能力をまあ身につけるそういったものとですね、それから応用的能力としての課題発見 発見解決力やコミュニケーションといったスキルをですね、あの身につけて、えーまあ、応用的なですね、力をですね、まあ、発展させる、まあ、そういった点とですね、それからチームワーク倫理観社会的責任障害学習力といったですね、社会性これに基づいた道徳的能力ですねこういったような視点のですね 入社教育を行っておりますですからあの基本的にはです、ね、ある意味知識能力といった形で,です、ね、そのこれまで培ってきたいろんな勉強してきた力をです、ね、評価して大学へ入学するわけですけれども大学へ入学した後はですは、ね、総合力、まあ、いわゆる課題,課題をです、ね、解決する能力を身につけるような教育をです、ね、科学バイオ工学科では行うということで,です、ね、あの理解していただきたいと思います。ですからら社会人になりましたら 課題これはもう大学ではです、ね、その最初からシミュレーションできないようなさまざまな課題に対してです、ね、創造的思考力、まあ、これが大学で培った能力になりますけどもそれによって問題解決を図るとこういったことがその教育の考え方になっております。科科学学学学学系はです、ね、ちょっとこれ物質化学工学科バイオと学学ということで 今の応用化学工学とです、ね、それからバイオ化学工学の分野、ちょっとあの若干です、ね、専門性が違うわけですけれども、まあ、今は1つの学会になったんですが、実際にこれまでのです、ね、それぞれの,その行き先を考えてみますと、まあ、バイオ化学の場合はです、ね、医療、食品、医薬品、医療、材料、バイオといったです、ね、こういった分野に就職しています、それから物質化学、まあ、今の応用化学工学ですけれども、材料、食品、環境、エネルギー、機械、電気、 電子製品、自動車といったです、ね、そういった分野に、まあ、就職しております、まあ。そういったことからです、ね、その科学系として、まあ、両方のです、ね、基礎的な力を身につけると同時にです、ねまあ、より専門性を高めるという意味で,です、ねまあ、それぞれコースに分かれてです、ねまあ、勉強すると、まあ、そういった形で科学工学科では、まあ、あの入学時からです、ね、コースを設定しております。 で具体的にどんな教育をしているのかということで、まあ、これはですね細かいのでちょっと見づらいかと思いますけれども、まあ、基礎科目からですね専門の共通科目専門発展科目という形でですねそれぞれその専門性をですね高めていった上でですねちょっと途中からちょっと分かれてはいるんですけれども2年の後半からですね具体的に応用化学科学,学とバイオ科学科学でですね 科目等がですね、大きく違ってきておりますが、まあ、社会人としてですね、その専門性の異なったところも含めてですね、活躍できるようなそういう人材が育成されているとそういったような科学培養の特徴をですね、理解してもらいたいと思います。でえー、こういっっったカルキュラムにのっとってですね、 教育をします。まあ、これはあの覚えてもらうというよりはです、ねまあ、大まかな流れをです、ね、理解してもらうためにちょっとあえてちょっと細かいあの像の載せさせてもらったんですけれどもあー充,実した、まあ、充実したというとです、ねまあ、その余っているというわけではないんですけれどもそれぞれのです、ね、コースごとにです、ね、その教員がです、ねまあ、責任を持って教育研究を行っております。 で親核、えー、化学,科学コースではですね、有機化学、化学工学、無機分析化学領域ということでですね、皆さんお手元にパグレットがですねあるかと思いますけれども、そちらの方にですね、各領域ごとのその具体的なですね、あの先生方それからあートピックス的なですね研究内容等が記載されているかと思います。で、えー、今回今説明しておりますバイオ科学,科学コースでもですね、三、まあ、つの領域、生物科学領域と 有機化学領域とですね、それから化学基礎領域ということで分かれております。まあ,あの具体的な先生方の名前をちょっと挙げさせてもらいましたけども、専門性のところをですね見ていただけるとですね、まあ化学バイオ工学の中でですね、特にまあ、バイオ科学工学に関するですね、まあ、専門的な教育研究が行えるスタッフがですね、まあ、充実しているということが理解してもらえるかと思います。